すごい、かわいい。衣装ある。センターのやつだ。私のアスカさんとの思い出はこちらです。じゃん。身をもってくださりありがとうございました。というふうに書かせてもらったんですけれども、こう、お話しさせていただく機会はなかなか多くなかったですし、こう一緒にお仕事することも多くはなかったんですけれども、それでもすごく私のことを知ってくれていて、知らないところで私の活動を見ていてくれたり、こう配信だったりとか SNS とかを見て、見てくださっていたみたいで、こう接していない部分も知ってくださっていたのがすごく私は嬉しくって、こんな後輩一人一人のことを見守ってくれている方ってなかなかいないなと思ったので、こう書かせていただきました。では貼りたいと思います。それでは、やくわみやでした。バイバーイ。